では今回は、SPRKKR の、GUI である X バンドのインストールの仕方について説明します。まず Google で SPRKKR と入れてこちらのものをチェックしてください。そうすると SPRKKR が出てきて、ここに X バンドがあります。でこれで入れて、でこの下のところに How to get X バンドってできます。なのでここの Here ボタンを押します。でこちらに入力してもらってサブミットをします。そうすると、メールが来て、こういう X バンドとの 6.3 バージョンが手に入りますので、それを手に入れてください。じゃあここから、回答していきます。でやり方は、例としてはあんまり載ってるの少ないんですけど、マニュアル見ていただくか、これですね、こちらに多分インストールの方法が書いてあります。インストレーションなので、この通りやっていけばいいです。で、英語できない人とかじゃなくて、言い方悪いな、英語嫌だな、ちょっと困るな、心配だなって人は、日本語のこの第一原理計算の、SPRKKR のところに、X バンドのやつが書いてあります。でまず X バンドに入れるためには、これらを入れなきゃいけないんです。いけません。なのでちょっとまずやってみましょう。これは X バンドを Ubuntu でやる方法はちょっと書いてないですね。X バンドの Ubuntu はこっちは書いてないね。じゃあちょっとやってみましょう。これと似たようなものを入れます。前入れましたね、 Tickle TK とか。なのでまあやってみましょう。sudo sudo apt get install tk、 まず tk ですね、これですね、 tk で次 tickle、 次 tickle です、 tickle tickle で次これ、まあなかったらなかったでいいです。こうやって入れてます。で今ダウンロードしてますね。でこれニュープロット、前入れたことがあるかもしれないですけども、こうやって入れます。でグレイス、エクスターム、で、これがあるかどうかですね、ちょっと待ってくださいね。こっちにも、こっちのバージョンにも載ってるかもしれませんので、X バンドと入れてみましょう。そしたらここにありますね。これだけ追加で入れればいいって書いてあります。なので、前の見てみますと、TickleX、X ターム、で、ラスモルが入っていませんので、ラスも入れます。で、Y。で、ラスも入れました。じゃあ、ちょっとやってみましょう。こちらの手順でもいいですし、さっきの、この X バンドのところの、じゃなくて SPRKKR はどこだ、これか。これのここのところでもいいです。ほぼ一緒ですね。ちょっと並べてみましょうか。これで、これで、なおかつこれ、ああ、これ違いますね。これ違って、これと、これと。じゃあやってみましょう。まず、このメイクディレクトリーやります。MK、新しいものがやりましょうか。
ターミナル開いて、でここからやります。MK ペーストで、これで、X バンド作ってもいいですし、バンドっていうのを作ってもいいですけども、作らなくてもいいです。こちらに沿ってもよってもいいです。これ何やってる、これ、バンドっていうファイルを作ってバンドの中に入れてるんですけど、まあ、そうしなくてもいいです。まあ、作らずにやってみましょうか。ね、こっちの方が単純ですから。これは、バンドっていうフォルダ、ディレクトリ作るときにやる方法ですけども、なしてもいいです。ちょっとやってみましょう。どちらをやるかですが、じゃあこっち行きましょうかね。こっち行きましょう。で、ここのところですね。で、ディレクトリバンドローカルズって書いてありますけど、ちょっと一旦やってみましょう。どうなるかね。まず、オープンニューディレクトリのホームで、SPRKKR ですから、これですね。これ。これですね。ここです。で、これを、なんか、コピーのペーストですね。そしたら、ここはもう終わりましたから、次はこれです。これをやって、同じ名前かチェックして、こうですね。で、X バンドっていうのができてます。なので、これでコピーして、ペーストでやって、あとは、これですね。これでやって、これではダメかな？いけるかな？ちょっとやってみましょうか。いけますね。で、これでいって、ここの部分をコピー&ペーストと。非常に簡単ですね。で、セーブです。で、閉じて、で、ここはなしで、次、バッシュ。で、X バンド。ですね。これでコンパイルが始まってるはずです。まあ、うまくいくかどうかちょっと、私も久しぶりさなので分かんないですね。エラー出るかもしれませんし、まあ、うまくいかなかったらしょうがないですね。で、今やった手順ちょっと書いてみましょうかね。出ましたね。 OK です。 OK です。で、これで X バンドのインストール終わりました。で、ちょっとまとめてみましょう。おさらいです。やった手順は、まずこれとこれですね。これやりました。で、 MK のこれやりました。で、これもやりました。これもやりました。で、コピーもやりましたね。コピーもやりましたね。やった手順はこれですね。やった手順はこれですね。で、これやりましたね。で、次にこれやりましたね。で、次にこれやりましたね。で、次にこれやりましたね。このとこね。で、次にこれやりましたね。で、次にこれやりましたね。で、この手順でやればいいということです。では、一旦閉じて、クローズだ。で、もう一回動くか見てみましょう。うまく出ましたね。で、これで X バンドのインストールは終わりです。で、これで終わりにします。